はい、としきチャンネルのとしきです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 V ロード星6 100回達成、自チーム S ランク契約書ゲットしました。はい、ということで我がオリックス純正オール S ランクまであと投手2人となっております。はい、ということでこちらの契約書で比嘉さんか山田さんか田島さんを引いて残り1人にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで現在の獲得状況はこんな感じでございます。意外とね埋まってきました。最近のガチャ引く動画ではずっと言ってるんですけれども、私の一番の狙いは比嘉さんでございます。比嘉さんは当てたらすぐ極みにできます。そしてなおかつリアタイでも使えます。動くストレートに高速進化、2種スライダー、全ての変化球がリアタイ向きと思っております。かなり使いたい、 S ランクで使いたい。うん、あとそれ以外だと山田さんも嬉しいです。山田さんもね A ランクね多分4枚か、だし極みまで持っていけるんじゃないかなと思ってます。山田さんも、オリックス純正ではリアタイの中継ぎオーダーに入ってきます。ツーシームスラカット、非常に使いやすい投手の一人です。野手で欲しい選手は足立さんですね。個人的に今オリックスの選手で足立さんかなり好きな選手の一人なので、当てて使いたい。ミートも B 乗ってる、総力も A 狙える、かなりの高ステータスです。あとはもやさんですね。もやさんはねシリーズは持ってるんですけど、このシリーズ2はパワー A 狙えるので当てて、ぜひ使いたい選手です。はい、ということでガチャ画面にやってきました。比嘉さん、山田さん、田島さん、この3選手を狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう佐野さんとかねかなり来てるんでね、佐野さん来るとちょっとネタですね。まあ、それ以外だったらまあまだいける。まあ、ピッチャーお願いします。ああ、吉田さんかぶった、残念でした。どうしようかな、吉田さんは一旦置いときたいと思います。はい、ということで V ロード100回記念のガチャを引いていきました。こちらの画面は未来の投手オーダーの画面となっております。はい、見ていただいた通り山田久志さんがいます。この山田久志さんに関しては、確定なので取っちゃいました。どうしても確定って書いてあると取りに行きたくなっちゃいます。まあ、この山田久志さんを入れたことによって、まあ増井さんもミキサーで取れたので、投手に関しても残り1人 S ランクが誰でも被らなければ、野手と合わせてオール S のオリックス純正が完成します。はい、ついにここまで来ました。まあ、どうしてね今回、まあ、こういう形で取りに行ったかというと、最強決定戦が約1ヶ月後に迫っている中で、今回僕はあまり、まあ、順位を狙わずに様子見をするという形で、まあ、挑戦しようかなって思っていたんですけれども、意外とねこう他球団を全部ミキサーしたことによって、まあ、モチベーションがかなり上がって、まあめちゃくちゃ順位を取れるわけではないと思うんですけど、最強決定戦今回からもすでにチャレンジしたいなと思いました。はい、でまあ目標としてはエンブレムっていうんですかね、ベストなんぼとかそういったところに入っていければと思っておりますので、まあ目標どおり、そうですね、ベストないからあれがもらえるか分かんないですけど、最終的にはそういうエンブレム的なのが欲しいので、まあ今回は3000位以内を目指していこうかなと思います。まあこれが高いか低いか正直分からないんですけれども、まあそのオリックス純正をされてる方がプロスピーザーの中でどれぐらいいるかっていうところにもなりますし、全く僕その純正をやったことなかったので、最強決定戦エントリーすらしたことなかったので、まあこの辺はちょっと、まあ、最終的にはまあ様子見みたいな形になってしまうかもしれないんですけれども、なるべく上の順位を目指していきたいと思っております。で今回、まあ、山田久志さんを取りに行って、まあ、増井さんも当たったということで、まあ大きなガチャ、まあその何十連とかいったガチャは一旦
今シーズンはストップするかなと思っております。わからないです。なんかとてつもなく神ガチャみたいな、なんか10連目から自チーム S 確定とか、まあ、その福袋系でちょっと良さげなのがあったら考えるんですけれども、基本的にはあの OB 第5弾っていうのはあの確定分がないのでスルーします。僕そのいや山田久志さんも当初から引かない引かないって言ってたんですけど、どうしても確定分があると、言ったら60連さえ引いてしまったら取れるってわけじゃないですか。でなおかつ投手が足りないっていう中で山田久志さん来てくれて、いやもう取っちゃいましたね。もう見てください。でもこの投手陣、正直先発陣に関して言えばもう完璧と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。現ダブルエースの山本投手と山岡投手、まあ5年ほど前までのオリックスの絶対的エース金子千尋さん、阪急ブレーブス時代のレジェンドエース山田久志さん、期待の若手鈴木投手、この投手陣はもうかなり豪華な投手陣となっております。さらにね、おそらく、グランドオープン後にドラ1の覚醒 S ランクが出ると思います。我がオリックスは山下修平太投手が実装されます。まあこの正直、まあそこまでグランドオープンまで S が出なくても山本修平太投手は投手なので、もうその段階では約束されてます。このオール S になるのは、いや非常に嬉しいですね。まあなるべくね、もっとあと1回か2回かな引けて、自チームミキサーその1回で比嘉さんか山田さんを狙い当てて、なんとかグランドオープンまでにオール S、 最強決定戦までに、あわよくば最強決定戦までにオール S に持っていけたらと思っております。はい、ということで今回は V ロード100周記念の自チーム S ランクガチャと、まあ今後の展望、今後のまあ運用方法についてお話ししました。このチャンネルはオリックス純正を極めていく動画となっております。楽しみながらやっておりますので、皆様から応援してもらえたらすごく嬉しいなと思います。この動画がもしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。